皆さんこんにちは、向井陸です。今日も性についてのいろんな話をしていきたいと思います。今日のトピックは何ですか？エッチ中に男がしてほしいことを教えてください。わー、これは AV 男優ならではの視点っていうのがあって、まあ要は男性が何をしたら喜ぶかっていうこと、うん、あの僕チローなんですよ。何ですか、チローなんですか？チロー、もう初めてエッチをした時、童貞を失った時、その日僕は2時間くらい挿入してました。ずーっと腰を振ってたんだけど、ずっと行けなくて。なんか要因があったんですか？ちょっとオナニーのしすぎ、射精障害みたいなのがあって、要は手の刺激の方が強いから、手の刺激に慣れてると膣で行きづらくなる。刺激がそれよりも劣るからってことですか？そう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 、手っていろんなことできるけど、鍛えればリンゴだって握りつぶせるけど、膣っていくら鍛えたところでリンゴ握りつぶせない。そして僕はそのオナニーがすごい大好きだったんで、若い頃オナホールとかよく使ってて、でオナホールって気持ちいいのね。すごい、オナホールって射精するために作られたでしょ。でも女性って射精させるために生まれてきてないから、もう当たり前のようにオナホールの方が気持ちよくて、だから最初なかなか膣でいけなかったんですよ。で、チェイクに従ってこう慣れて、別に膣でも発射できるようになったんだけど、どうしてもこういう仕事をしてると射精を求められるシーンっていうのがあって、射精って集中してるとできるけど、気が散った状態で射精するっていうのがすごい難しくて、でアダルトビデオの撮影ってもちろん周りに人がいるし、女優さんも友達じゃないから、友達でもないしセフレでもないし恋人でもないから、要は仕事相手だから気を使わなきゃいけないし、そういったいろんなその射精に対する障害があって、僕もなんか最初はなかなか上手にできなかったけど、今はまあまあ順調にその射精できるようになって、でもやっぱりその治療だからいろんな物事に助けられてようやく射精にたどり着けてる状態。それは今もなんですか？それは今も。環境が悪いと射精しづらい。要は男性を射精させるためにはこういったことに気をつければいいんだよっていうのをちょっとこれから話していきたいと思います。なんかチローの男性にもね、なんかこれは一個のアンサーとして伝わると思うから、ぜひ聞いてほしいことで、目を見る。相手がきちんとこっちを見てくれる、まあ、女性からしたら要は男性の目をきちんと見てあげる。目は口ほどに物を言うっていうのがまさにそうで、目からいろんな情報が伝わってくる。それは別になんか心理学の勉強をしてるとかそういうのでは全然なくて、もう蓄積されてきたコミュニケーションの経験っていうのが脳にもうあるから、そこから目から伝わる情報がある。きちんと目を見てあげると相手の興奮が伝わってきて自分も行きそうになる。でも一番大事なのは目を見る。目を見られるとめちゃくちゃ興奮する。おっぱいに頼ったり、その挿入されてる部分を見たりとかして、こう自分を高めてた時期もあったけど、でも最終的にはきちんと相手の目を見る。目を見てあげることによって男性はかなり生きやすくなるから、僕もその人間なんで、しかもその仕事としてやってるから、必ずしもしたい時にしたい人としてるわけではないですよ、エッチを。だからその気分が乗らない時ももちろん相手には良くないけどあるけど、その時に頑張って行こう行こうって思って、過去の思い出にめちゃくちゃ良かったエッチのことを考えて、その時の相手だって思ってこうやって頑張って腰打ってもなかなかいけないんですよ。でもそうやって高めることはあるけど、でも最終的にはきちんとある程度のところまで興奮を高めた後は相手の目を見ること、きちんと目の前の相手を抱こうって思うと、計り知れない情報が脳にグワッて入ってきていける。きちんと目の前の相手を愛してあげることによって、こう射精っていうのができるようになるから、なんかそういうことに気をつけてエッチをすれば、治療の男性は生きやすいし、女性は男性のことを興奮させられると思うので、ぜひエッチの最中は目を見てあげてください。大事です。終わり。